A-36 アパッチ飛行する A-36A-36 アパッチはノースアメリカン社が開発し第二次世界大戦中にアメリカ陸軍航空隊などによって運用された攻撃機。公式の愛称はアパッチだが現場ではインベーダーや P-51 と同じマスタングというニックネームの方が親しまれた。急降下爆撃機として運用された。 同メーカー製の戦闘機 P-51 の派生型。基本設計はエンジンにアリソン製 V-1710 を搭載した P-51 の初期生産型と同じであるが主翼両面には各系のダイブブレーキが新設されている。A-36A は500機が生産され、1944年に第一線を退くまで北アフリカ、地中海。 イタリア、インド、ビルマの各戦線で使用された。1942年2月にイギリス空軍の陸軍との自家境スコードローンにマスタングアイが配備されるに伴い、同期は低空偵察や地上部隊の援護を任務として実戦に投入され始めた。マスタングアイはすでに運用に入っていた P-40 を保管する目的でまず RAF のナンバー26スコードローンに配備され、 1942年6月までには、鳥インソギ10個のスコードローンに配備された。マスタング発の空戦は1942年8月19日に、フランスのディエップ上空で行われた。ナンバー414スコードローン所属の1機が、当時的なしだった回 W190 と遭遇しこれを撃墜した。これは、マスタング発の敵機撃墜としても報告されている。 V-1710 は一段のスーパーチャージャーしか持たなかったため航空性能は制限されていたが、マスタングアイの優秀な働きに RAF は狂気した。一方、当時のノースアメリカン社長であったジェームズ・ハワード・キンデル・バーガーは、アメリカ陸軍航空軍にもマスタングの売り込みを図り、新戦闘機導入のための部隊の再編、新設を要求していた。 結果的にマスタングは P-51 として正式採用されることとなるが、47機が祖父に納入されたところで新戦闘機導入の財源としていたイギリスとのレンドリース分の予算を使い果たし、1942年度の資金はそこをついてしまう。しかし、当時軍用機調達を担当していたオリバーエコールズ、将軍は P-51 を生産させ、 続けるべきという意見を抱いていた。主翼両面に展開しているスリットの入った四角いプレートが A-36A に固有のダイブブレーキそこで余裕があった攻撃機開発の予算に目をつけ、エコールズは P-51 を急降下爆撃機へ回収する旨をノースアメリカンに指示した。こうして爆弾喧嘩装置とダイブブレーキを P-51 に追加した。 A-36A の納入契約が1942年4月16日に取り結ばれた。爆弾搭載下の装着自体は RAF の要求で行われた長距離フェリー飛行プログラムですでに実験済みであった。延べ4万時間に及ぶ技術的研究8分の一スケール模型を用いた風洞実験は1942年6月には完了。 基本的に P-51 のフレームと V-1710 エンジンを流用しつつ高い応力がかかる箇所には構造上の強化を施し主翼両面で一組の油圧作動式鋳造アルミニウム製ダイブブレーキを導入した爆弾搭載量は500ポンド2機。なお主翼は爆弾搭載下と4枚のダイブブレーキの設置ために再設計を余儀なくされている。 A-36A の初号機シリアル42から83,663は1942年9月にノースアメリカンのイングルート工場で完成した。10月には初飛行して各種試験が急ピッチで進められ、完成した機体から順次部隊へ配備された。A-36A はマスタングアイと同じく6丁の 12.7mm 機銃を装備しており、 4兆は領主翼内に、2兆は機種に装備されていた。また、エンジンは高度約1000メートルで 1325HP を発揮可能な V-1710 から87に換装されたが、下級機の性能は本質的に同じであったため高度約4000メートルより上空ではマスタングアイと同様に出力が大きく低下した。 プロペラは P-51 同様、カーチスエレクトリック社製の3羽プロペラが使用された。P-51 系列は後に4羽タイプにプロペラが換装されるのだが、A-36 はずっと3羽タイプのままだった。なお、祖父は A-36A と同時に310機の P-51A の発注も行った。 P-51A は落下式造装を装着可能で、翼内に4丁の 12.7mm 機銃を有し、1200HP の V-1710 から81を搭載している点などが A-36A と異なっていた。A-36A と同じく P-51A も爆弾搭載化を備えていたが、 元々戦闘爆撃機として使用する意図はなかったとされる。P-51 系列は D 型以降になると主翼下にバルロケット弾化を設置可能になるが A-36 にレトロフィットされることはなかった。A-36A を使用した訓練部隊 A-36A の初期ロットは統治作戦中に祖父の第27戦闘爆撃部隊と 第86戦闘爆撃部隊に配備された。1943年3月、フランス領モロッコのラセルマに展開していた第27部隊に A-36A で訓練を積んだ第86部隊はパイロットと共に合流。4月には、第27部隊も A-36A を受領し、同部隊は A-20 と A-36A の混成となる。 そうして1943年5月末までに300機の A-36A が地中海に配備されている。1943年6月6日には両部隊の A-36A がパンテルレリーや自前の進行作戦に参加。同等は結果的に連合軍の手に落ち、シチリア進行中には第27部隊と第86部隊の拠点となった。 第27部隊と第86部隊はシチリア侵攻において積極的に地上部隊支援に加わり連合軍の侵攻に伴って前線の重座の排除や敵地上拠点の一層で大きな役割を果たす。この作戦中、第27部隊の隊員たちの間では A-36 にアパッチよりもふさわしいインベーダーの相性をつけようという提案がなされ、 非公式名でありながら、その使用が認められることとなった。一方、戦闘レポートでは P-51 も含めて、マスタングの名称を使用することが好まれていたらしい。また、ドイツ軍は、イフを込めて、スクリーミングヘルダイバーの名で、A-36 を称えた。急行科爆撃という本来の任務の傍ら、 地中海の A-36A は、総計84機の敵機撃墜を記録し、第27部隊からは、ミッチェルルスソ中尉が、エースパイロットとなった。しかし、運用される戦線が拡大するに従い比較的、高い損失を記録するようになり、少なくとも177機の A-36A が撃墜されている。 原因の一つは常に矢表に立つという危険な任務を遂行していることで敵の集中砲火を浴びることも少なくなかった。また A-36A を含めたマスタングの唯一の欠点に冷却システムの脆弱性があり、これも損失の増加に拍車をかけていたと考えられる。こうしてヨーロッパ戦線の a 十六 a は百四十四年の六月までには P-38 と P-47 にその役割を譲った。A-36A は太平洋戦線の第311戦闘爆撃部隊でも稼働した。第311部隊はオーストラリア経由で1943年版下にインドのディンジャンに到着した。そのうちにコスコードローンは A-36A を装備し、 1個スコードロンは P-51A を使用した。A-36A は偵察、急降下爆撃、空戦を任務とし、同戦線でのライバルであった大日本帝国陸軍の一式戦闘機を性能的には凌駕していたと考えられる。一式戦闘機は運動性においては、どの高度でも A-36A より優れていたが、武装、防弾装備の貧弱さが欠点であった。 しかし、A-36A の長距離進行任務では、敵を避けるために比較的高高度での飛行を余儀なくされ、V-1710 の航空性能の悪さのために苦戦を強いられた。ビルマにおける護衛任務では空戦において3機の A-36A が撃墜されており、敵側の損失は皆無であった。 太平洋戦線における活動も1943年から1944年まで続けられたものの目立った戦果はない。部隊に残存した少数の A-36A は終戦まで使用されており練習機としても利用されている。実戦参加期間が比較的短いので存在は目立たないが連合軍の戦果、特に地中海戦線での勝利に大きく、 貢献していたと説く文献もある。実戦においてマイナス 36A は優秀な機体であった。ダイブブレーキを展開すれば高度約4000メートルから垂直降下が可能で、急降下速度は最大でも時速630キロメートル程度で安定した。目標や弾幕にもよるが、爆弾は高度約650メートルから1300メートルで投下し、その後は 急速に上昇させるのが一般的な戦法であった。A-36 は急降下爆撃機としては成功を収め、爆撃精度、強靭さ、静粛性といった点での評価は高い。ダイブブレーキのおかげで非常に安定した降下が可能となっていたが、その一方でダイブブレーキにまつわるいくつかの不穏な逸話が存在している。まず運用開始直後には、 油圧の変動のためにダイブブレーキがすべて均一に展開せず、それが効果中に若干のロールを生じさせ、狙いを妨げるという問題が発覚した。これにはすぐに技術的改善が施され、精度の高い爆撃を行えるようになったとされる。しかし、ダイブブレーキに欠陥ありという噂はやむことがなかったようである。ダイブブレーキとの因果は不明だが、 一時期 A-36A を使用した訓練の時間あたりの事故率が他の祖父期を使用したものに比べて最も高くなるという事態が起こっている。さらに時速 720km の急降下中にパイロットが引き起こしを行おうとした際、領主翼がちぎれるという致命的な事故も発生していた。その後 A-36A を運用する部隊は ダイブブレーキを使用した急降下爆撃を行うことは禁止され、高価格がせいぜい70度程度の滑空爆撃を行うように通達されている。この命令はベテランパイロットには無視されがちであったが、いくつかの部隊では油圧モーターの改善が行われるまではイヤーでダイブブレーキを縛り付けていたとされる。一方これに対し、第27部隊の 第522スコードロンに所属していたチャールズ・ディルズ、元隊員は、私は43年11月から44年3月まで94回の任務中 A-36 を39回飛ばしたが、イタリアでの戦闘中にだいぶブレーキがワイヤーで止められていたことなどなかった。この噂は、ルイジアナ州バトン・ルージのハーディング飛行場で訓練を、 行っていた舞台から流れたものに違いないと戦後のインタビューで力説している。出展、ナショナルミュージアム・オブ・ザ・ USAF 書面、性能武装文献の具体名は参考文献欄を参照。ありがとうございます。